言いたかったんだけど言えなくて、リカちゃんに言われちゃって、だからそれはなし。僕の方が先に好きでした。だからご飯は彼氏として僕と一緒に行ってくれませんか。それって二人の関係を風鈴へ変換しよう。はい、一緒に風鈴へ変換しましょう。
私が感じたファンデルワールス力は確かで、インコヒーレントだと思っていたのはちゃんとコヒーレントで、今だって顔はきっと熱変性。カズト君がしてくれたフーリエ変換のおかげで人生最高の一日を迎えることができた。二人の見返りスペース、きっと小さいよ。うん、こうしてこの恋の不可逆反応が始まったの。一方向にしか反応が進まないって意味。